はい、チシチューバーマシャペです。こんばんは。自分の思い入れのある店主さんっていませんか？今回はそんな店主を追いかけて行ってきたお話です。では着丼です。中ラーメン、野菜、油、マシマシ、小つけ麺、油でいただきました。いただきます。さて、どこから攻めましょうかね。二丼の場合は温かい方からってことで、やっぱりこいつからですかね。野菜からいきますかね。まず豚を1枚片付けてから、野菜に行きたいと思います。今回はデホのラーメンとつけ麺ってことなんですが、店主がサービスしてくれたんですかね。豚が3枚ずつ乗ってました。これは秘密工場のスタンダードなのかどうかはよく分かりません。後にこいつらに苦戦することになります。今回青梅の秘密工場までやってきたのは理由があるんですよね。僕の家から数分のところに立川マシマシロイヤルスープがあるんですが、そこは今は行かなくなりましたね。あんま行ってないです。ロイヤルスープのオープンから通ってたんですが、その時の店主さんの味が大好きでした。その店主さんが国分寺に移動されて、国分寺も行きました。国分寺店がめっちゃ美味しかったです。さらにその後立川総本店に移動されて、その次に秘密工場に来たというわけで、僕ら夫婦はこの店主の追っかけとしてやってまいりました。油や豚、スープの色とか他の人がツイートしてるのを見て、ここの店は自分たちの好みかどうかっていうのが分かってしまうぐらい、この店主の味に惚れ込んで通いました。立川マシマシ秘密工場店は奥に製麺所がある2号店なんですけど、だから秘密工場というのかどうか分かりませんが、3号店のロイヤルスープは都心の店と違って材料にコストをかけていて、一味も二味も違うロイヤルなスープという称号でありました。本当に当時は味が他店と違う別物でしたね。この店主には当時とってもお世話になってて、それと僕がインスパイア系で野菜をもりもり食べるのに鍛えてくれた店主です。今は立川マシマシの森もおとなしくなったんですけど、前は野菜マシで1キロから 1.5 キロあって、マシマシだと3キロくらいありました。僕はこの店主に野菜マシにしただけでももうすごいモラル鍛えられましたね。でもまた大食いファイターたちがよく SNS にすごい野菜マシマシを投稿していたのが流行りでした。また新しい店舗ができるとみんなその店舗に遠征して食べに行くぐらい、立川マシマシみんな大好きでしたよ。名古屋や埼玉までも僕らも行きましたね。でもどこを回ってもこの店主の味が好きなんだなって痛感するんです。みんなそれぞれお気に入りの店主の店がありました。今回の秘密工場の麺はノーマルの麺で、前は極太麺もあって、その麺が好みが香って美味しいやつです。今もロイヤルスープにもあるのかな。国分寺店にも地下に製麺所があるので、そこでオリジナルの麺を売ってます。ロイヤルスープの極太麺を開発した元秘密工場の店主は今はやってると思うんですけど、こちらの麺も美味しいんですよね。ノーマルタイプは全国の立川マシマシで使ってるんですかね。こちらはまあプリプリのもちもちにちょっと近いような感じで、まあ、かも不可もなくといった感じです。極太麺が強烈に美味しいんです。店主の作る油は味付きの黒油、これがめちゃめちゃ美味しかったです。僕の三大黒油の一つですね。目白鯛と麺屋歩夢とこの立川マシマシのこの店主の黒油大好きです。あとスープはキレキレの濃いめなんですけど、僕らは大好きな味だったんですが、しょっぱすぎって声もあって、ロイヤルスープは食べやすくちょっと薄くしたようです。立川マシマシではラーメンとつけ麺、汁なし、マシライスなどがあるんですけど、
麺を豆腐に変更できますし、ライスを麺にも変更できます。デラックスマッシュライスを麺変更するのが僕はめっちゃ好きで、かなりハマりました。自分なりのオリジナル立川マシマシを作れるんでめっちゃ楽しかったですね。それに立川マシマシのスープに豆腐が何気に合うんです。京都の藤野さんの豆腐を使ってるので豆腐も美味しいんですよね。醤油は正田醤油で美味しい醤油を使ってるようです。だから豆腐変更も、合うんだと思います。あとラーメンライスとしてよく食べるのがエキストラバージンマシライスですね。普通のマシライスだと油ギトギトなんですけど、エキストラバージンオイルを使ったマシライスは軽くて食べやすくて、僕はラーメンと一緒に食べるのが好きです。ライスにもオリーブオイルがかかっていて、ライスにブラックペッパーとお酢をかけるとこれがまたうまいんです。立川マシマシの人気メニューの一つとしてすごい冷やし中華があります。ロイヤルスープ店ではすごい冷やし中華がよく出ていましたが、ラーメン好きな僕としてはあんま食べなかったんですけど、すごい人気のメニューの一つですね。立川マシマシはマシライス屋という行為もありますが、この店主の一杯はやっぱラーメンですね。国分寺や総本店、秘密工場ではほとんどの人がラーメン食べてるイメージです。秘密工場のこのつけ麺、ラー油入れますかって最初聞いてくれました。そうです、昔のロイヤルスープのつけ麺は少しピリ辛なタイプでした。ここではラー油を後で入れてピリ辛に調整してくれてます。嬉しいですね。やっぱピリ辛の立川マシマシのつけ麺が好きです。粉チーズトッピングとかよくやりましたよ。この秘密工場は地域密着というかファミリーの多いイメージもあります。だから店主の味から少し薄いかなって感じがしましたが、美味しかったです。しかし豚6枚は本当きつかったですね。どっちも野菜増しにしたのでマシマシでしたし、後半ちょっと箸が止まりましたね。苦しかったな。それでもなんとか完食です。この日食べ終わって帰るとき店主が厨房から出てきて出口で見送ってくれました。めたくそ嬉しかった。これは食べに行くぜってこれからも思います。どこまでも追いかけていきたいなって思う店主さんです。やっぱり店主さんに惚れ込んで食べるラーメンもまたいいもんですよね。ごちそうさまです。家から青梅って結構遠いんですけど、店主がいるから行っちゃいました。店主を追いかけて立川マシマシを食べに、それが我が家のイベントみたいになってますね。自分の推しの立ちまし店見つけるのもいいですね。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた。